どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラストで防衛ラインを維持するための3段階構造を組み立てるとなります。トラストを使っていくにあたって、防衛は逆転されないために考えていかないといけないことだと思います。特に後衛は最後の一人になることが多いので、やられてしまうと味方の前線復帰もできないですし、押し込まれる原因にもなります。そこで今回は防衛ラインを維持するためにどうやって組み立てていくのかをまとめていきます。そもそも3段階に分けるという考えが珍しいような気もしますので、参考になると嬉しいです。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。防衛をするときは基本的にはマップのこの辺りで守るというざっくりしたイメージがあると思います。あとは決まったポジションからしっかりと攻撃をするという流れが多いのではと思います。防衛自体はそれでもいいのですが、どちらにしても一度その場所を取られると防衛箇所が自陣回りしかない状態になります。それをなるべく防ぐ方法として、今までの1段階防衛を3段階に分けようという考えになります。例えばですが、 A と B で防衛をした場合、味方は復帰した時に動きやすいのはどちらでしょうか。まあ、もちろん B ですよね。マップで見ただけでは前に出ているだけになりますが、これはそれぞれで防衛のラインを引いてるからできることとなります。ちょっとラインを引いてみましょう。こうやって見ると違いますよね。単純に前に出る、足場が整ってるからこの場所を取るっていうのとは違います。下がりすぎや時間稼ぎを考慮してとなります。攻めでも言えることですが、守りも段階に分けて待ち構えている方が何かと有利になりますからね。3段階のメリットとしては、防衛の厚みを増せるという部分になります。イメージとしては砦ですね。防衛は攻めと同じ時間、またそれ以上に試合の時間を使えます。意外と見直すと守りと均衡状態の方が長いんですよね。ということは防衛の強化ができれば、それだけ勝ちにつながる可能性も上がるというわけです。トラストは立体に続いて長射程武器ですので、どの位置から攻撃をするかによって相手の動きが大きく変わります。もちろんそれはメインの精度を求められることもありますが、それがなくても段階を準備するのは味方のためになります。マップによって3段階が難しいところもありますが、考えておくだけでも厚みが増すと思います。それでは防衛の3段構造を作っていくにあたって、どのような組み立てをするのかまとめていきたいと思います。3段構造を作るには防衛ラインを3つ決めることかと思います。このあたりはマップによって考えてみてください。まあ、3つのラインといっても防衛が前提になるので、中央付近から考えていくことが重要となります。防衛ラインが1つの場合だと前と後ろの方になってしまうので、この地点で全く守る位置が変わるかなと思います。ガチマのルールで想定をしてもらいたいんですが、ガチアサリの時防衛がうまくいかないっていうのはこの後ろのラインになっているからです。個人的にはもっと前で守ってもいいかなと思うんですけど、やっぱ野良さんってやってるとだいぶ後ろに下がりますからね。防衛こそ前に出るのはこのためでもあります。それだけ中央の防衛は大事というところですね。では3つの線引きを考えていきたいと思います。最前線から1、2、3の順でいきます。まず第1ラインですね。第1ラインは中央より前のめりになった部分になります。場所によっては敵の高台付近になります。防衛なのに攻め寄りじゃないかと思うかもしれないですが、逆の立場でここから攻撃された場合、攻めづらいと思います。攻撃は最大の防御と言いますから、この位置を一番前の防衛として考えて動くと相手の制御と時間稼ぎができます。ですが、ここではとにかくキルが要求されます。難易度高いんですよね。キルができれば人数を一定に保てるので強いという一面もあります。ですがやっぱ危険な分、逃げの判断が大事になってきますね。粘りすぎて死んじゃうと防衛の意味がなくなりますので、逃げが大事です。味方の枚数と敵の位置で第2ラインにいつでも逃げれるようにしておきましょう。
この時サブスペ使ってみるのもありですね。続いては第2ラインです。第2ラインは中央から自陣高台寄りの位置となります。初動で前衛が隠れるあたりですね。ここでの役割はとにかく中央のキープです。そのためにはキルも必要ですが、そもそも近づけさせないためのサブやスペが重要です。敵もこの辺りまで来るとポジションが取りやすくなるため動きが活発になります。一人で抑えるのは無理なので確実に足止めをすることが大事です。特に味方がデスして戻ってきた場合はスペサブを遠慮せず使っていきましょう。続いては第3ラインです。第3ラインは防衛の最終ラインです。1段階の防衛を考えている人はここが第3防衛ラインになることが多いと思います。場所的にかなり押し込まれて辛い状況ですね。1デスするとどんなに防衛を頑張ってもカウンターが進められます。ここではとにかくカウントを最小限に抑えれるように対処していくといいかと思います。味方と敵の位置が入り乱れているので処理ができる最善の場所を見つけて動き回る必要があります。味方のカバーに入れるようにして動きたいですね。以上で3つのラインとなります。これを 1,2,3 の順で防衛ラインを下げながら敵の邪魔をしていくことになります。単純な防衛場所を考えるよりも前での防衛が必要なことがイメージできたかと思います。では防衛ラインが前に上がってきましたのでその恩恵を考えてみたいと思います。防衛ラインが前になることの恩恵ですが、味方への影響が多いと思います。防衛ラインが上がっていることによりグラドリの心配がなくなったり安全圏へのスパジャン復帰などが挙げられます。状況にもよりますが最前線の防衛ラインから無事下がることができればワイプアウトを取られることがないので敵が一気に攻め上がるということがなくなります。抑止力につながるんですよね。本作は特に全滅すると合図が出るので行動が合わせやすいという一面があります。防衛ラインを決めて逃げ場と維持する場所を確保しておくとそれだけで味方にも影響がありますし敵に圧も与えれるわけです。ここだけの話でも結構恩恵がありますよね。また防衛において一番大事なのは時間稼ぎだと思います。時間が経てば経つほど相手は焦ってきますので隙が生まれます。防衛ラインを維持できるということはそれだけ状況が変わらないということが想定できます。こうなると防衛を成功させることの恩恵は大きいですよね。防衛のデスが少なくキルも取れてる試合は敵に主導権を与えている時間が短いように感じます。その成功率を上げるにも防衛のことをしっかり考えるのは大事ですね。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストで防衛ラインを維持するための3段構造で組み立てるはいかがでしたでしょうか。防衛というと一つの空間を意識するところかと思いますが敵の進行を防ぐことを考えると変わると思います。考え直してみると思ったよりも前の位置で守り気味になりますし逃げる場所のイメージもつくかと思います。試合中の大半を占める防衛の時間ですので攻めよりも入念に考えてもいいかもですね。大事なのは攻めの防衛です。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。